ヘイヨー、ケンツメシュエです。5月からクラロワに新呪文、ボイドが実装されます。新呪文はロイヤルデリバリー以外なので、なんと4年ぶりです。どんな性能なのか見ていきましょう。3コストのスーパーレアの呪文です。能力解説の前にこちらの映像を見てください。能力わかりましたか？3回攻撃する呪文なんだけど、ユニットの数によって、この落雷のダメージ量が変わります。1体だけの時は大ダメージを3回、2体の時は中ダメージを3回、それ以上の数がいる時は小ダメージを3回、空にももちろん当たります。で、ステータスをこれ見たらわかると思うんだけど、1体だけの時のダメージ量が異常で、なんとこれね、3回なんで、ロケットよりも火力が高いです。皆さん、察しましたか？ボイドの強みは、単体に対して3コストでロケット以上のダメージを出せるとんでもない呪文なんです。いろいろ紹介すると、まあ、スパーキー完封。アチャクイもクロック関係なく完封。クロスに対してもこんな感じ。空にも当たるので、バルーンも余裕です。まあ、なんとね、進化ウィザードも盾剥がしてから余裕で、一番やばいのは、施設にも同じダメージなので、インフェとか、エリポンも単体だと余裕です。まあ、ホグに対しても有効だし、まあ、ゴブリンバリューに対しても中ダメージ、小ダメージとはいえ最低限仕事をします。まあ、とりあえず相手が後ろから出してくる単体ヒントに打っとけば、タワーを巻き込まず単体で打っとけば、まあ、得をする恐ろしい呪文です。まあ、しかも、タワーに対して単体で使うと、48×3 で、まあ、144ダメージ。まあ、これは矢の雨よりも高く、クエイクよりもちょい下のダメージなので、まあ、後半の呪文削りもまあ、バッチリ。まあ、これだけ見るとぶっ壊れなんですけど、まあ、一応対抗策を教えます。例えば、スパーキーとかを出した時に、まあ、ボイドを打たれたらまずいよね。そういう時に近くにユニットを出すことで、まあ、ボイドのダメージを、まあ、大から、まあ、中や小に変え上げます。まあ、一番良さそうなのはスピリット系とかで吸収すると、まあ、アドも取られづらいかな。まあでもね、これ上手い人だと、まあ、タイミング合わせて孤立した時に一体だけをね、打ち抜けたりするから、って感じだよね。まあ、ボイドが3コスなんで、メインウェポンがもう1個あるって考えると、まあ、例えば、ポイズンボイドとかの構成相手だと、まあ、複数いるときはポイズンで処理して、単体のときはボイドで、まあ、無双される気がするので強いよね。まあ、たった3コストの呪文で、まあ、相手に今ボイド打たれたからやばいからユニット出そうみたいな感じで、常にこう、ケアさせれる時点で、まあ、正直3コスト最強格の呪文だなと思っています。まあ、マジの抵抗手段としては、まあ、新鋭隊ロイホグとかみたいな、まあ、どこにボイド打てばええねんっていうデッキで、まあ、戦うこととかかな。まあ、今回もまずいのは、特定の単体カードが死ぬんで、まあ、ポンプとか、まあ、着衣とかも主にそうかな。後ろからなんか無難に出すやつ。なんか、ウィザードとかもせっかく進化するけど、結局ボイドにむしゃぶられそうだよね。まあ、実際ね、来期と先行プレイフレバトをしたので、まあ、そちらで、まあ、実戦だとどのくらい活躍できるのか。まあ、最大値は単体を打ち抜くことなんだけど、まあ、試合の中だとね、もちろんお互いケアすると思うので、それでどこまで活躍できるのか見てください。まあ、個人的には、まあ、ぶっ壊れ性能な呪文だと思っていますし、まあ、またしても単体の何かが死んでしまうので、特定のカードが死んでしまうって感じでいくと、まあ、難しい。ただ慣れてくると、まあ、いろんな対抗手段がね、まあ、出てくるのかなと思います。まあ、個人的にはね、やっぱ3コストが強すぎるので、まあ、4コスト相応の性能なのかなという気はします。ということで、先行プレイの方は進化ウィザード、ボイド、そして、バランス調整、まあ、カッコ仮ではあるけど、まあ、軒並みいろんなね、前回出した進化カードの弱体型が食らっている状態での、環境です。ぜひ、フレバトの方で見てください。さあ、ということで、1試合目やっていきましょう。はい、よろしく。おー、プリンセスタワー同士の対決だ。これまたおもろい。まあ、ボイドがいるって考えると、まあ、一旦言うの。まあ、ぶっこ抜けるけど、
やーちょっと歩いたか。オッケー、ちょっと耐えたね。今のなんかリトップリうまく当てたかったけど難かったね、ケツ出しに対して言うの。まあ言うの返ししとくか。これボイドでしょれるんだよな多分。まあけどここナイトで行こう。ここナイトで行ってあげて、まあ、ケツマジアチャかな。ここら辺にボイド打ったら多分いけんだよね、これ。ウィザード来た。延命して。まあ、これは着衣出して、ボイド打たれる前に。今のは2体にかかったから耐えかな。うん、今のは2体にかかったことによって、耐えたね。ヒースピ出して蘇生しつつ、オッケー。いやーだいぶ削ったよ、だいぶ削った、だいぶ削った。いいダメージだ今のは。今みたいなね、タワーから外して出す動きみたいな大事だね。まあケツアチャクイ出してボイド誘いて逆サイやりつつ、これねかな、ポイント来たー。後ろだけ、うわ待って、まずい、待つ。これボイド来るかな。来るねー、これきついな。これボイド打たないとやばいね。はい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 、耐えてるよ。ダメかー、いやー GG だね、これは。ボイド圏内まで入ってしまった。いやーグッドゲーム、グッドゲーム。なるほどねー。まあ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 、なんか、おもろい使い方だったね、今のお互いね。はいはい、こういう感じで、だから、アチャクイとか、まあ、リトプリとか、まあ、そういうとこに対して、まあ、ウィザードだね、進化ウィズも途中ちょっと、難かったかな、ペッカの後ろだけ抜こうとしたんだけど、まあ、それ入ってないかみたいなのあるんだけど、まあ、この一戦で分かった、強いわ。うん。なんか途中さ、工場とかにバコンって打ったとことかもあったけど、そういうとこでも強さがあったな。進化枠1やん、来季。あえてか。あえて進化枠1できたのか。続いてこれでいきましょう。さあ、ということで2試合目やっていきましょう。はい、よろしく。おー、なるほどね。ブラスター VS。ボンバーか、まあ、暇だし打っとくか。ビビたる削ぎだけどな、こんな。ダガーガール、まあ、ジャイ受けで一丁でしょ、これは。このタワー横に出すことでの、
ボイドザップでどうだ。いやーちょっと渋いか。今の難しかったな。ボイドだけ先、なんかタブハートかけれないからな。ボイドがかけた瞬間火力が下がっちゃうからね、難しいとこではある。まあ、さっきやっぱこのウィザードだけを抜かれる、あれされるとボイドされると渋いんだけど、それ以外はなんとかなってるからな。まあ、なんとなくこっち寄りな気するけど、トリトンに対してザップボイドとか、まあ、進化ザップとかでいい感じにバッシュしていきたいな。あーなるほど、ライトニングか。まあ、これで一旦守りはしたけど、はい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 、わあ弾き飛ばせんか。いやーこれがちょっと遅れるよね。はい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 、はい、難しい、非常に難しい。これライトニングボイドちょっと強そうだな。ボンバーサイクル2になってるけど強いな。一応2角難しいね。グッドゲーム。はい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 、はい、まあでもなんかこういうジャイ系ちょっと強そうだよな。でボイドが3コス呪文になると、ああいう端前進化ボンバーとかに対してちょっと苦しかったりする。これはウィザード結構目立ったりするデッキかな、来期の方は。うん、いいデッキだね。さあだんだんボイドが分かってきたね。ファイボボイド強いかな。いやライトニングボイドちょっと熱い気がするけど、わしゃわしゃ系で来られた時に結構苦しいかな。まあせっかくなんで進化路標もね使っていきましょう。でもこういうデッキ見ると、まあ新鋭対ルーフとかはやっぱ、まあ、新鋭対ルーフとか結構強い気するな。まあでも意外とやっぱこうジャイぶっつめ系が強いから、ロケットボイドとか強いんかな。ロケットボイドあるか。かつ、うん、まあいいや、やってみよう、よろしく。さあ、今回俺もダガーがあるから。このケツのここ狙うわ。よし、来た。構えてたからな俺。いや強いな、単体ロイにこれやばいね。ファイブ打って、いや今の熱くない、フッシュがなチェックインで構えとけばいけたな今の。おそらく防衛施設でしょ、これもう呼んだろうかな。まあもげはしたけど、痛いね。意外と守られたな今の。はい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 、端前、ああ端前チェックいいな。いやロイホグに対してのボイドバカ弱えかんな。回転で押される前になんとかしないと。
スピリットでちょっと吸っといて、強いね、ワンパンなんだよね、それ。ボイド。まあ、結露いし続けるか。で、クエイクだから。抜け。はい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 。いやー外せないな。ボイド。いやーこの右残しが熱いな。うまい。やられてる。しかもロイホグ強いな。しかも削りがちゃんとちょっと強いんだよな、グッドゲームと。なるほどね。まあまあ、着衣でも、こういう低コスを絡めていくことで、残せる場面が出てくると。はあ、面白い試合だったね、今のもね。さあ、ということでね、最後4試合目やっていくんですけど、新鋭対ロイホグ、いきますか。うん。これがボイド相手にどれくらい強いかって話だよね。さあ、まずは待ちつつ。まあボンバーケツからいくか。まあロイフグ出して、まあまあ一旦処理でしょ。ウィザード大檻から行くか。ホバだとな、ボイドにいかけちゃうから、これ5あんのかな。進化ウィザードどうにかしねえとな、あいつ。あいつどうにかしないとマジまずい。さあこれ新鋭対セパでいいんちゃう。早すぎた。
早すぎた。起動できるかなと思っちゃった。スケドラで、なんとか頑張って。いやー、ウィザードがちょっとだるいなー。結局強えなー。結局強えなー、あれが。ダガーガールが。後ろから出して、いやー、それ残されるのやるなー。うまい。ボイドフォージャーがいる相手に。来期のボイドのケアの仕方うまいね。最後のもう一発で残す。これやっぱあれだね、実際フレバとしてみると、なんだろうな、ケアできる部分があるから、相手がそのボイドで何をしたいかっていうのを読んで、まあ今の来期みたいに追加すると耐えれると。はい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 。まああと進化ウィズが強かったね。ゴブリンとかで残すみたいな動き。あ、ポイボイドウッドか。ちょっとおもろそう。っていったところで、まあ、ボイドね、その、先ほど解説した時には、まあ、相当なぶっ壊れだろうって、まあ、実際性能的にはめちゃめちゃ強いんだけど、まあ、ケアできる部分が、まあ、多い。けど、マジで一部のカードは死ぬから、ポンプとか。まあ、そこら辺のなんか、まあ、読み合いが難しいかなっていう。まあ、この最後まで見て、まあ、みんながね、どう評価するかっていったところかなと思います。ということで、5月ね、新シーズン楽しんでいきましょう。来期の方でもね、視点上がってるので、そちらもぜひ見てください。おつめし、バイバイ、またねー。